はい、コズの趣味部屋へようこそ。サムネとか、タイトルでわかります通り、こちらですね、ギガンティックシリーズ、孫悟空身勝手の極意ということでね、X プラスから、発売されました。それがね、本日、届きましたんで、早速ね、紹介していこうと思います。ほんとこれでかいんですよ。箱からしてでかくてね、なのでちょっと足元からちょっと順にね、見ていきましょう。はい、はい、こういう感じですね。まあちょっとね、箱から出してみないと何とも言えませんが、実際ね、どういう感じなのか、出来がね、ちょっと、気になりますんで、早速ね開封していきます。はい、ということでね、もうすでに見えてますが、開封し終わりました。いやな、ソフビなんでね、軽いですね。はい、でかいですね、ほんと。はい、ということでね、見ていきましょう。はい、じゃじゃじゃんと。いやー、これは、自分がね、思ってたよりは、すごくかっこいいと思う。うん。最初ね、ちょっとね、これを注文した時に、やっべー、キャンセルしようかなーって悩んでたんですよね。うん、ギガンティックシリーズ自体がね、あんまいい出来じゃないんですよね、正直。なのでね、今回もね、ちょっとどうかなーと思ったんだけどね、まあでも実際届いてね、こうやって見るとね、それほど悪くはないですよ。ギガンティックシリーズの中でもかなりいい部類だと思います。はい、まあこういうね、胸とかのね、ここら辺もちゃんとシャドウ吹いてますしね、はい、顔もこういう感じで、かっこいいですよ。どうですか。結構角度よりけりなところはあるかもしれませんが、あとね、ここのちょっと分割している部分がね、ちょっと目立ってるから、これはちょっとね、消してほしかったね。ちょっと目立つよね。まあ道着もね、ちゃんと、陰影がついてるし、ここの破れ具合とかの造形もちゃんとされてる。あとね、これ足がね、こう動くんですよ。自分がね、好きな位置に、広げることができると。やっぱね、ここのね、なんだろうな、ここの継ぎ目がやっぱ気になるな、目立つよな。これこう、一緒くたにできなかったのかな、造形するとき。まあ、ソフビっていう材質上ちょっと難しいのかな、そういうのか。いや、でもね、これはほんとかなり、自分的には、買ってよかったなって思いますね。悪くないっすよ、これ。いや、最初はマジでキャンセルしようかと思ったけど、実際問題、実物見ると、かっこいいですね。でけえしな。ほんとでけえわ。これね、補助パーツがないんですよ。だからね、こう立たないんですよね。補助パーツつけてほしかったな。これどうすっかな。どうやって立てよう。そこら辺がちょっとね、残念ですね。まあ安い買い物じゃないんでね、補助パーツぐらいつけてよって話だけどね。
の角度とか超かっこいいよね。はい、ということでね、まあ今回、これね、苦手の極意、極、これどうやったら取っただろう、難しい。はい、まあね、立たないんでね、いいや。はい、皆さんはね、変わりましたでしょうかね。もともと身勝手の動き、まあいいんですけど、ギガンティクシリーズがね、あんま好きじゃないっていう人がね、多いですよね。似てないっていうのでね。まあ、自分もその一人だったんですけど、まあ身勝手の極意っていうね、このキャラ自体が好きなんでね、思わず買っちゃいましたけれども、まあ自分はこれはこれでね、いいです。好きです、これは。ただ本当立たせるのどうしようかなって悩むぐらいですね。はい、ということでね、今回は、ギガンティックシリーズから、孫悟空身勝手の極意、こちらをね、紹介しました。まあ一応ね、そうだ、他のとね、大きさがどのぐらいかっていうのね、ちょっと比べてみますか、最後にね。はい、はい、ということでね、まあ SMSP を前にして、ちょっと比べてみようかと思いますけれども、実際こうですね、はい、同じ位置にするとこういう感じですかね、全然でかいですよね、まああとここの、まあフィギュアーツゼロ、これとね、こう比べてもね、全然大きいです。はい。まああとね、もう一つ特殊なのと比べてみます。はい。一応ね、海外の、ガレージキットと、並べますと、これもね、すっげーでかいんですよ。前後が約60センチぐらいありますね、シェンロンに関しては。まあ、シェンロンというか、龍拳爆発に関してはね。はい、それと比べると、引けを取らないぐらい大きいですね。今ちょっとね、うまいぐらいに自立してますけどね。はい、だから相当大きいですよ、これはね。あとね、ちょっとね、ここにね、中古でね、このコマラバーズっていうね、やつをね、100円で買ったんですよ。それを飾ってるんですけどね、なかなかいいですよね、このコマラバーズ。おまけで紹介しちゃいましたけど。はい、まあ、こういう感じでね。いやー、いいですわ。でかい。でかいもの好きにはいいかもね。はい、いや、これはいいです。はい、まあ、皆様ね、本当、気になりましたらね、まあ、オークションとかで手に入ると思います。定価ぐらいで買えるのかな今は。はい、ということでね、以上で、終わりたいと思います。今回も、最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。